世界の記憶は国際連合教育科学文化機関が主催する事業の一つ。危機に瀕した古文書や書物などの歴史的記録物を保全し、広く公開することを目的として、1992年に創設された。選定件数は2017年10月時点で地域登録を含め470件帳である。 日本政府は2010年に日本ユネスコ国内委員会の省委員会で記憶遺産と訳すことを了承したが、ヘリテージなど遺産を意味する英単語が正式名称に含まれていないことから外務省や文部科学省では2016年6月から直訳である世界の記憶を用いている。記憶遺産のロゴ歴史的記録物は人類の文化を受け継ぐ重要な文化遺産であるにもかかわらず、 既存されたり、永遠に消滅する危機に瀕している場合が多い。このためユネスコは1995年、記録物の保存と利用のためのリストを作成して、効果的な保存手段を用意するために、世界の記憶の選定を開始し、記録物保護の温度をとっている。事業の主要目的は、世界的に重要な記録物に最も適切な手段を講じて、保存を奨励し、 デジタル化を通じて、全世界の多様な人々の接近を容易にすること、陽動な利用を奨励して、全世界に広く普及させ、世界的観点で重要な記録物を持つすべての国家の認識を高めることにある。世界の記憶と呼ぶと、歴史的出来事自体を登録するように誤解されがちだが、歴史的出来事を検証、検証できる一時記録物が対象である。ユネスコでも、 ザ・ドキュメンタリー・ヘリテージと称していることから、世界の記録、記録遺産とした方が、意味合いとしては、適切との指摘もあるが、国際連合の6つの公用語ではいずれも、記憶に相当する言葉が使われる。一方、韓国では記憶でなく、記録としている。ユネスコ内部の担当部署は、情報、コミュニケーション局情報社会部情報アクセス、保存課である。なお、 世界遺産の場合は一般に登録と呼ぶが、世界の記憶は選定事業であるため、登録や認定とは言わず、選定が正しい故障となる。選定基準は、世界歴史に重大な影響を持つ事件、時代、場所、人物、主題、形態、社会的価値を持った記録物を対象とする。申請は原則的に政府及び、 非政府機関を含むすべての個人、または団体ができるが、関連地域、または国家の委員会が存在するのであれば、その援助を受けることができる。申請権は対象記録を所有する自称当事国に限られる。まず、申請者はユネスコ本部内の一般情報事業局に申し込み書を提出して書類審査を受けるが、申請は一国で2件までであり、 日本の例では3件以上の申し込みがあれば、日本ユネスコ国内委員会が2件に絞り込むよう調整が行われる。審査はユネスコ事務局長が任命する委員14名によって構成された国際諮問委員会を通じて1997年から2年ごとにもう先行委員会の場で選定を行っている。国際諮問委員会の委員はユネスコの公共図書館宣言を遵守する。 国の公文書館やワールドデジタルライブラリーへ参加する図書館の司書などが多い。委員に求められる資質は国連出版物の編纂や国際的な図書普及啓蒙活動に関与した実績、転籍研究が広く評価されていることなどとされ、国際図書館連盟や国際文書館評議会からの推挙もある。ただし最終決定権はユネスコ事務局長に委ねられ、 2015年審査分にパレスチナが申請したアーカイブパレスチナポスタープロジェクトアーカイブスはあまりにも反栄だや主義的で文化摩擦を招きかねないとしてイリナ・ボコバ事務局長の判断により除外された例もある。選定における基準は以下の通りである。1、影響力2、時間3、場所4、人物5、対象主題6、形態及びスタイル7、社会的、 価値8、ほか1、現の状態での保存に、希少性3、ほか対象となる、歴史資料は、世界遺産同様に申請性が重要であり、これは、言い換えれば、信憑性があることになる。また、近現代資料に関しては、記録の客観性も、評価の対象となる傾向がある。2013年に審査されたシンガポール申請の、録音テープ媒体、 日本占領下の証言集は戦後かなり経ってからの回顧録で客観性に欠けるとの理由から不登録となった。ユネスコが定義する記録物とは1978年に採択した可動文化財の保護のための勧告で以下の各校に該当するものである。世界遺産と無形文化遺産は新生国の法的保護根拠を必要とするが、世界の記憶にはそうした条件が求められない。 また、歴史が浅くても構わず、例えば韓国の公衆事件の民主化運動に関する記録は1980年、フィリピンのピープルパワー革命時のラジオ放送は1986年、東ティモールのターニングポイント国家誕生の時は1999年から2002年にわたる出来事の資料が選定されている。世界遺産同様に、 トランスバウンダリーも推奨されており、2013年に選定された日本の慶長圏王施設関係資料はスペインと共同で申請し、2017年には民間と地方自治体主導で日韓共同による朝鮮通信使関係資料が選定された。審査は非公開で国家間で見解が異なる、係争中の資料を密室審議することへの批判もあり、 ユネスコの中立性、政治的利用が懸念され、このことはユネスコも認めた。2016年には日本政府がユネスコ分担金約44億円の支払いを凍結するなど意義を申し立て、制度改革を進めるとされた。2018年のユネスコ執行委員会で議題として扱われ、2019年には審査に新制度を当てるとし、2018年は新規の 申請を受け付けないと発表された。しかしながら、韓国の反対で、翌2019年の協議が進展しなかったことから、改革は2020年秋に持ち越され、申請受付も中止される。2020年は、新型コロナウイルスのパンデミックにより協議を開催できず、制度改革は2021年3月まで再延期された。制度改革案は、 日本国内で様々な意見が発せられており、例えば慰安婦や南京事件の検証を続ける、ハタイ彦は19世紀以降の事象は除外することを提言している。世界の記憶は選定後に対象物の追加や一部削除を認めるが、抹消はできないことを、松浦光一郎前ユネスコ事務局長は指摘した。その後、制度改革が進められ、原本が失われた場合や、 申請制が否定されることが確認できた場合には、選定抹消も可能となった。条件、制度改革の項にあるように、2018年以降、選考会は開催されていない詳細は、世界の記憶の一覧を参照第9回定期総会終了時の選定物件の国別分布図世界各地に多数の選定物件があり、 2005年6月18日時点で57カ国120点、2009年7月31日時点で193点、2011年5月25日時点では75点を追加し268点となった。なお、以下に記述する地域区分はユネスコの発表に準じたものであり、通常、日本で用いられる地理的区分とは大きく異なるので注意が必要。 例えば一方でトルコはヨーロッパに含まれエジプトやモロッコなどはアフリカではなくアラブ諸国に含まれるサウジアラビアなどもアジアではなくアラブ諸国に含まれるが他方オセアニアはアジアと同じ区分として扱われるヨーロッパ及び北アメリカ地域では現在145点が選定されており特にドイツの選定数が多い代表的な登録物件としては 子供と家庭の物語、バイユーのタペストリー、ニーベルンゲンの歌、マグナカルタ、アンネの日記、グーテンベルク聖書、ベートーベンの公共曲第9番の自筆楽譜、共産党宣言及び、資本論初版第1部などが挙げられる。アラブ諸国を除くアジア及びオセアニアでは、2011年時点で42点が選定されている。日本、編集長らく、日本からは、 推薦がなく、事業そのものの国内における知名度も低かったが、福岡県田川市と福岡県立大学が共同で2010年3月、炭鉱記録画家、山本作兵衛が描き残した筑報の炭鉱画など、約700点の推薦書をユネスコに提出し、翌2011年5月25日、697点の作品が国内初の世界の記憶として選定された。 2010年時点の政府の見通しでは、2012年3月には、日本ユネスコ国内委員会から推薦するとして、長寿ギガや、現地物語絵巻などが、候補に上がったところ、それに先んじて2011年5月、記憶遺産選考委員会で、日本国政府として、初めての推薦物件が、国宝の、未動関白機と、慶長検王施設関係資料に決まり、 推薦すると審査を経て2013年6月に選定された。2015年の選定ではマイズル引上げ記念館が所蔵するマイズルへの生館1945から1956シベリア抑留等日本人の本国への引上げの記録と当時有利文書を申請し、いずれも同年10月に選定されるとマイズル引上げ記念館資料寄贈者の木内忍 安田誠一は日本初の生存作家となった。2017年10月には江戸時代に朝鮮から日本に派遣された外交施設朝鮮通信使に関する資料が日韓共同申請の物件として、また日本独自で申請した古代の石碑群上野三碑が共に選定された。2020年時点で日本関連とされる物件は上記に加え、 2016年5月に地域登録に選定された水平者と公平者国境を超えた被差別民衆連帯の記録との合計発展である。大韓民国、編集韓国では1997年に朝鮮王朝実録と君民性音階例本がこのリストに選定され、2015年時点で選定物件13点とアジア太平洋地域で最多である。 2001年の審査では、朝鮮王朝時代の国王、秘書室とも言える、小聖院が扱った文書と事件を記録した、小聖院日記がリストに選定された。2002年、ハングルの引き式に出席した、金広史首相は、ユネスコが地球上の文字の中で唯一ハングルのみを世界記録遺産に認定したと発表した。2007年には、グーテンベルク聖書より、 約80年、古く1377年に印刷され、世界最初の金属活字本と公認される、次回微信対応説も選定された。2015年の審査では、韓国放送公社の特別性放送、離散家族を探していますが選ばれる。2015年に、日本軍の従軍慰安婦関連資料を申請することを目指し、国際連帯推進委員会を結成した。 韓国が申請しようとした物件は、ナヌムの家が保管する資料が主体で、慰安婦像まで含まれる可能性もあるとされたものの、2017年の審査では選定の可否が先送りとなった。中華人民共和国編集中国では、皇帝内教や本像項目、呼吸博物院所像の信頼歴史文書や、雲南省の古代なし族が伝える、トンパ文字による古文書など、 10点が選定されている。2014年、中国政府は南京件験及び従軍慰安婦に関する資料を申請した。このうち南京事件に関する資料が2015年10月に選定された。2017年、中国の申請した甲骨文字が選定された。対応国、編集対応国では、選定数は3件。インド、 編集インドでは、リグベダや、ビマラプラバー、ティムールデンの原稿、ポンディシリーのシャイバ文章、タミル医学文献コレクション、シャーンティナー・タチャリトラ、オランダ東インド会社のアーカイブなど、7点が選定されている。アラブ諸国における選定数は2011時点で発見。アラブ諸国を除くアフリカにおける2011時点の選定数は発見。 南アメリカ及びカリブ諸国における2011年時点の選定数は62件。国際交流機関からの選定は2011年時点で3件。世界の記憶地域委員会と地域版、国内委員会と国内版にはユネスコ本部と国際諮問委員会が主導するワールドコミッティとユネスコ地域事務局と地域委員会による地域版のリージョナルコミッティ。 そしてユネスコ検証が定める国内協力団体として各国政府が設置するユネスコ国内委員会が選定する国内版のナショナルコミッティがある。地域委員会は現在アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカカリブ諸国の3つの区域がある。地域版も選定基準は世界版に準じるが当該地域における重要性を重視する。 アジア太平洋地域版で日本としては初の選定物件として全国水平者の資料が登録されたほか水平者運動に連動した朝鮮公平者の資料も日本と共同補聴を取った韓国申請により選定された。またシンガポールは世界版に申請し棄却された日本占領下の証言集につき中国の支援を受け地域版に再申請するが こちらでも選定に至らなかった。2018年の選定を目指し日本、ユネスコ国内委員会が国内候補を公募すると、井上忠敬測量記録、地図、画家、加納達夫の高級平和への提言フィリピン日本人、先般斜面に関わる運動記録、松川事件、松川裁判、松川運動の資料の3件が申し込んだ。世界的重要性、唯一性、 代替不可能性などの先行基準に照らし合わせ、推薦すべき物件がないと判断したとし、推薦は見送られた。国内版記憶遺産は、日本ユネスコ国内委員会が2010年に担当窓口を設けたが、選定は行っていない。具体的な国内版の世界の記憶を選定している事例としては、世界遺産における世界遺産センターに相当する機関として、 記録遺産国際センターを韓国の清州市に設立することが決まった。ここでは登録された記録物の管理や関連政策の研究などを行う。ユネスコは新型コロナウイルス感染症の流行を受け、加盟各国に対して医療や社会と経済への影響などを公的に記録保存するよう各国に要請し、今後、 世界の記憶に選定することを表明した。世界遺産、無形文化遺産とともにユネスコ三大遺産事業と形容される世界の記憶だが決定的に違うのは世界遺産と無形文化遺産が条約に基づく保護活動であるのに対し世界の記憶は単なる選定事業に過ぎないことである。このことからユネスコ未加盟の台湾が2010年に 甲骨文字コレクションを申請したものの受理されなかった経緯がある。ユネスコは1980年に動的映像の保護及び保存に関するユネスコ勧告を採択し、文書のみならず映像資料の保存にも乗り出して、詳細は EN メモリーオブザワールドプログラムジクジープライズを参照勧告の次回微信対応説が2001年に 世界の記憶に選定されたことを記念し、韓国政府は記録遺産の保存とデジタル化情報発信に寄与した選定物件所有者を検証すべく2004年に自家指標を創設した。翌2002年から2年ごとに国際諮問委員会の日程に合わせて表彰している。上野三期朝鮮通信指記憶の継承全般。ありがとうございます。